クリス・メレダンドには、アメリカ合衆国の映画プロデューサーであり、イルミネーションの創設者兼 CEO である。代表作に、怪盗グルーシリーズがある。1959年5月15日に、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる、映画芸術科学アカデミーの会員である。ダートマス大学に通い、コネチカット州、レイクビルにある、ホッチキススクールの評議員を務めている。 1990年と1998年生まれの二人の息子がいる。二人の息子の母親でもあるレスリー・ベンジーガート1989年からの交際の後2002年に結婚し2016年に離婚した。1998年、メレダンドリは20世紀アニメーションを率いて駆け出しの CG アニメーション制作会社であるブルースカイスタジオを買収し、 長編アニメーションのプロデューサーとして成功を収めた。現在は20世紀アニメーションが所有する CGI スタジオであるブルースカイスタジオのクリエイティブと事業運営を監督した。スタジオ在籍中はアイスエイジ、ロボッツ、アイスエイジにホートン、不思議な世界の誰々などの監督や制作総指揮を務めた。また、ドングリとスクラットと 熱血どんぐりハンターという二つの短編アニメーション作品を制作し、いずれもアカデミー短編アニメーションにノミネートされた。メレガンドリは2007年初頭に20世紀アニメーションの社長を退任し、ユニバーサル・スタジオとの共同出資による全視聴者向け映画制作会社、イルミネーションを設立した。2010年にはイルミネーションが第一作目の怪盗グルーの月泥棒を、 2011年には、イースターラビットのキャンディ工場を公開した。その後、怪盗グルーの月泥棒の成功により、怪盗グルーのミニオン機器一発、怪盗グルーのミニオン大脱走の公開が続いた。イルミネーションは、メレダンドリとドクタースースとのコラボレーションを成功させた、ザ・ロラックスの映画版、ロラックス、おじさんの秘密の種を公開した。また、怪盗グルーシリーズの スピンオフ作品、ミニオンズも制作している。2018年1月、任天堂は決算説明会の中で、イルミネーションがマリオのアニメ映画を制作すると発表し、メレガンドリがスーパーマリオの生みの親である、宮本茂と共同制作することを発表した。2016年4月28日、NBC ユニバーサルは競合スタジオである。 ドリームワークスアニメーションを38億ドルで買収する意向を発表した。合併完了後、メレダンドリがイルミネーションとドリームワークスの両方を監督することが発表された。しかしその後、メレダンドリがドリームワークスの監督を辞退し、代わりにスタジオのコンサルタントになることが発表された。2018年11月6日、メレダンドリがユニバーサルとドリームワークスの シュレックシリーズのリブートに協力することが発表された。しかしメレダンドリは、観客がおそらくシリーズの中で最も記憶に残る部分だったと指摘したため、オリジナルの声優を保持するつもりであることを示した。2021年6月29日、同日行われた、日本のオートゲーム会社である、ニンテンドーの定時株主総会での議決により、同社の社外取締役に就任した。 アメリカ人が同社の社外取締役に就任するのはメレダンドリが初めてとなる。イルミネーションは任天堂の人気キャラクターであるマリオを題材とした映画制作を2022年公開予定で進めており、同社社長の古川俊太郎はメレダンドリを選任した理由について企業経営者としてまたエンターテインメント分野において豊富な経験と知識を お持ちですので、その見地から当社の経営に対して有益な助言をいただくとともに、客観的な立場から適切に当社の経営を監督いただけることを期待していますとのコメントを出している。ありがとうございます。